これは猫の日かな、猫の日で書いてくれたのかな、確か投稿に一時的にそうだった気がする。いや可愛いね。いやてかこのぐるぐるお目目のね強調がいいですね。ちょっと混乱してるようにも見えるよね。いやーしかもねこのわかるかな、幼稚園生バッジ、これ逮捕ですね。これは幼稚園生バッジは、でもちょっとなんかこうちょっとスモックみたいな、なスモックって言うんでしたっけ、あのこういう幼稚園生が着るようなちょっとブカッとしたやつ、ちょっとパジャマっぽいやつ、これがねまたロリミをね強調させてますしね。この八重歯、この八重歯がいいんですよね。これどういうシチュエーションなんだろう、どういう状況なんだろうな、なんか照れちゃうこと言われたのかな。これは素晴らしいね。このなんていうの、この八重歯の描き方いいよね。この口と一体化してる感じの八重歯の描き方で、尻尾もねミントグリーンということで、いやー猫の日最高、猫ロリ最高。お次はちょっとペース上げていかないとな本当に。お次はこちら、いやこれもね、これもなんかちょっと夫の、いやでもどうだろう、どっちもあるな、わかる、わかります、なんかなんか言い方が適当であるかは本当にわからないんですが、こう未成熟な危うい時期の魅力がありますよね、この表情には。スパチャが届いたよ、ありがとうコナタン。なんかわかるかな、こうでも大人っぽいんだけどなんかこう大人になりきってない未熟な未完な、こうどこか消えてしまいそうな儚さを残した表情、わかります。ちょっと犯罪逮捕的な表現になってしまっているかもしれないんですけど、まあそういう時期の感じがしますよね。これ素晴らしい上目遣いというところもね、それを感じますね。